こんにちは、兄です。今日は SHP アーツ、ライダーマン&ライダーマンマシンのライダーマンマシンで遊んでいきたいと思います。昭和ライダーのバイクもどんどん販売されて、ついにライダーマンマシンが販売されました。で、多摩中部商店のね、ウェブ限定販売なんですけども、ライダーマンマシンの単体と、あとね、ライダーマンのセットの、まあ、この2つのバージョンが販売されて、今回はね、セット版を買いました。で、理由としては、今までね、販売されていたライダーマンには付属していなかった、叫び顔っていうね、顔の交換パーツが付いていたので、まあ、今回セットの方をね、買いました。では、パッケージの方見ていきましょう。パッケージは中身が見えないタイプで渋い緑色です。背面はいろいろなポーズの写真と、あと簡単な説明が書いてあります。ブリスタはこのような感じで、もういっぱいいろんなものが入ってます。で、ライダーマンのね、単体の、まあ、以前販売されたもののブリスタはこのような感じなんですけども、ほとんど一緒ですね。替えの手の数も一緒。マフラーの数も一緒です。まあ、そうなると、ここですね。ここの、叫び顔のね、口の部分だけなんですけども、このパーツが、まあ、新しく追加されたもので、他はもう全部従来のライダーマンと全く一緒って考えて良さそうです。この部分にちゃんとね、紐もついてるので、まあ、やっぱり全く一緒な感じですね。今回はライダーマンマシンのね、パーツだけを見ていきます。ライダーマンマシンとしては、この部分にね、全部パーツが集まっていて、ライダーマンマシン本体と、あと車輪止めスタンド、あとこの部分に予備のハンドルがついています。それでは出していきましょう。はい、出ました。めちゃくちゃかっこいいです。普通のバイクそのまんまじゃんって言われたらそれまでなんですけども、でもね、これはすごいいいですよ。まずは簡単にね、可動からいきたいと思います。前輪がね、左右に触れて一緒にハンドルも切れます。そしてタイヤがね、前輪後輪ともにくるくる回って、まあ、転遊びができます。そして後輪のね、この部分は、まあ、いつものバイクと同じようにサスペンションが効いています。最後にスタンドが動かせて、このような感じで立てることができます。それでは左側面からいきます。前輪はこのような感じで、ここは何なんだかよくわかんないんですけども、こうなんかいろいろね、くっついてます。うん、細かいですね。で、フロントフォークはこう伸びていて、ここはね、プラスチックですね。ていうかまあ、全体的に全てプラスチックなので、今回もダイキャストはないです。で、タンク周りがね、このような感じでスズキのロゴが入っていて、ここの泥除けとか、このタンクとかは、緑色でね、塗装されてますね、これは。ちょっとなんかこう、なんて言うんだろう。少しね、メタリックっていうか、多分、下地に金色っぽい色とかを塗ってから緑みたいな、そんなような塗り方なのかな。なんかね、こうちょっと鈍い光をね、放ってますね。で、エンジン周りがこのような感じで、やっぱりね、このエンジン周りが見えるとね、すごいなんか燃えてきますよね。で、ここがね、銀色一色でバーッと塗ってあるんですけど、墨入れっぽい感じだね。汚し塗装とかがあると、やっぱりここもね、すごい、もっと良かったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これは自分でやればいいのかな。250cc のバイクなんでしょうね。マークが入っていて、シートは何も塗ってないです。うん。で、後輪部分で、チェーン周りがね、こう作られていて、テールランプのね、ここら辺、テールランプじゃないか。ウィンカーのね、ここら辺はクリアパーツが使われてますね。このままじゃあ今度右側行きましょう。マフラーがね、ここらビューと伸びていて、このね、なんかこう、なんて言うんだろう、グリルみたいになってるやつ、このマフラーの形って結構好きなんですよね。で、ここにスズキのロゴが入っていて、エンジンのね、反対側でキックするペダルみたいなやつとかですね。これはまあいつものごとく動かないですし、細いので、気をつけないとね、引っ掛けると簡単にパキッと引くポイントです。うん、まあ塗装はね、やっぱりバイクは少なめなので、この辺の黒のね、部分は全部成形色の黒で来てますね。はい。で、後輪です。後輪もね、やっぱりこのホイールの、なんて言うんだろう、このスポークっていうの、この辺がね、全部銀で塗ってあるのは、これはすごい嬉しいですよね。いや、とにかくね、やっぱりこのエンジン周りとか、この辺のよくわかんないね、部分がすごいいっぱいいろいろついててね、楽しいですね。ただまあその分ちょっとね、壊しやすそうで怖いところはあります。正面はこのような感じで、ヘッドランプとウィンカーがクリアパースでできています。ヘッドランプのね、モールドもしっかり入っていて、本当にね、本物のバイクみたいですね。
お尻の部分はこのような感じでテールランプとあとウィンカーね、左右がクリアパーツで作られています。あとあのね、ナンバープレートは白紙になっています。シート周りは成型色で、ここの部分はさすがに開かないよね。確か劇中ではこの中にね、いろいろ物しまってたと思います。そして、タンクの方ですね、緑色が綺麗に塗装されていて、給油口は銀色に塗装されています。そしてハンドル周りこのような感じで、でメーターがね結構細かくちゃんと入ってますね。これはでもシールでしょうね。裏側はこのような感じになっていて、ここにね穴が開いています。でこの穴は魂ステージの突起がねはまるので、よいしょ、このような感じで飛ばしたりとかもできます。ちょっとねでも怖いですけどね。それではライダーマンを乗せていきます。手はもうすでにね、ちゃんとグリップが握れる手に交換してあります。はい、できました。そうですね、バイク乗りじゃないから分かんないんですけど、まあ、昭和ライダーね、その1号2号 V3 とかライダーマンもそうなんですけど、結構ねこうなんていうのかな、前のめりみたいな感じで、できるだけ姿勢を低くして顔をねもうちょいこう上向かせたいんですけど、結構ねそういう感じで乗ってるイメージがあるんですよね。でもうなんか馬を乗ってるような感じっていうのかな、こうバイクを揺らしながら乗ってるような、そういうイメージが僕の中にあって、まあ、そういう乗り方とかはね結構できるので、これは本当にねいいんじゃないでしょうか。まあね、乗らせるの夢中になってパーツ折らないようにって、そこだけが本当ね注意点ですね。ハンドル周りはブレーキ、あと、まあ、足のねこのステップのあたりとかね、ここら辺はちょっと細いパーツがあるので気をつける必要があると思います。SHP アーツライダーマンマシン遊んでみての感想なんですけども、めちゃくちゃかっこいいです。サイクロンやハリケーンの持つそのいわゆるね改造されたヒーローしたバイクっていうわけではないんですけども、バイク自体が持つ本来のかっこよさっていうのをもう本当にね感じることができて、これはねもう本当にねおすすめです。ライダーマン以外のフィギュアもねこれに乗せて楽しむこともできると思うので、もう1台ぐらいねちょっとあってもいいかなって今考えてます。次の昭和ライダーのバイクは仮面ライダー X のクルーザーなんですけども、これはねライダーマンマシンとはもう真逆の感じで、改造のゴッテゴテのマシンっていうところでね、到着しましたらまたそれもレビューしますので、もし興味ある方はまた見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。